大丈夫大丈夫、試合はまだまだこれからだよ。これからって言ってももう7回裏だけどね。カー君、ミー君、今日は応援に来てくれてありがとう。答えも一度見に来てみたかったんだよね、ソフトボールの試合。来てよかったよ。バットのカキーンって音聞いてて楽しい。まあ思ったより面白いかも。はぐみも頑張ってるし。うんうん、さっきなんてズバーってボール投げててかっこよかったよ。わーい、みんなに褒められちゃった。あ、でも応援席暑いよね。日焼けしてない？大丈夫、バッチリ日焼け止め塗ってきたから。今日はハグを応援するために準備は万全にしてきたんだよ。にしてもハグって本当に運動神経いいよね。ハグがバッターボックスに立てばホームラン間違いなし。それにハグミがチームにいるとなんだか笑顔になれる気がする。なんでだろう。わかるかも。ハグって試合のどんな時でもニコニコしてるから見てるこっちまで自然と笑顔になっちゃう。ねえねえ、みさきちゃん、ハグってアロハピでもこんな感じなの？こんな感じっていうかこのまんまかな。じゃあハロハピはいつも明るくて楽しいね。ただうちにはハグミと似てる人が他に2人もいるからね。明るいっていうか騒がしい。明るくて騒がしい、そんな目覚まし時計があったら最強だね。本当だ、私も一家に一台ハグが欲しい。そうしたらもう絶対寝坊しないのに。わかった、じゃあ今度カー君の家に起こしに行くね。じゃあ私も。うん、任せて。カー君もおたえもハグミがバッチリ起こしちゃうよ。いやいや、なんでそんな話になってるのさ。っていうかハグミ、こんなに話し込んでて大丈夫なの？そうだった、ハグミそろそろ行かないとだ。じゃあみんなまた後でね。あ、ちょっと待った。ハグミ、その前に一つ確認したいことがあるんだけどいい？ん？ミー君どうしたの？今日は手抜いてない？ミー君まさか。抜いてないよ。ハグミ、体育祭の時に思ったんだ、勝負は負けても手に入るものがあるんだって。うんうん、むしろ真剣に戦ったからこそ負けた時いろいろなことを考えられるって。だから絶対手を抜かない。後で後悔しないように勝っても負けても全力を出し切るよ。勝っても負けても？うんうん、絶対勝つ、必ず逆転するから最後まで見ててね。わかった、行ってらっしゃい。うん、行ってくる。答え、みさきちゃん見て見て、ハグのチーム満塁だよ、満塁。これでホームランを打てばさよなら逆転勝ち。バッターはハグミ、舞台は揃ったって感じだな。うん、ハグなら絶対に打ってくれるよ。どんな綺麗な音が鳴るんだろう、楽しみ。あ、ハグミが出てきた。ハグ頑張って、ホームラン決めちゃって。カキーンかな、それともカキーンかな。みんなよし、ハグミ頑張る。さあ、しかもこれホームランだ。すごいすごいすごい、ハグ回れ回れ回れ。いやいや、ホームランなんだからそんなに急いで走らなくても大丈夫だから。